前は外人選手が4人、日本側選手が4人、リングを取り囲んで始まりました。時間無制限の一本勝負です。さあ、天竜側は石川、バイキー井上、ウェイト小塚、そしてロッキー畑、上田側はジョピカ。あのリングの、ね、中の決着ということになればですね、はい、今の天竜の上り竜の勢いですね、これの方におっと鶴見、鶴見がトップロープから思い切って今度はさあ怒ったのが天竜陣営、マイティー井上と石川が鶴見五郎をひとまずリングサイド、リングの外に放り投げましたが、しかしスパナがまだ上田の手に入る。レフリーは上樋口ただ一人、サブレフリーはまだ見えてませんね。そうですね、今夜のナンバージャックデスマッチ、レフリーはただ一人、上樋口レフリーですが、ちょっと腰を打たれました。再び天竜ブレンバスター、天竜ブレンバスター、天竜の顔面全く手が出ません。天竜全く手が出ません。まだスパナが入っている。これを早く